命に感謝していただきます。おら、これどれぐらいかけるんでしょうね。好みか。かけすぎよね。あんまかけすぎない。よし。で、これを準備して。おお、ちょうどいいとこに青のりがあるじゃないですか。青のりか。青のりじゃないよな。パセリとガーリック。緑にしようかな。今緑にしようかピンクにしようか迷ってるんですよね。味噌スープに天かすって入れないでしょ。一回入れてみてください。美味しいから。ちょこっとね。俺が天かすをね、味噌スープに入れるのを覚えたのは、ハリウッドで生活してる時の職場の、ジャパニーズレストラン。名前が、ゲイシャハウスって言うんですね。今もないけどね、ゲイシャ。いや、もしかしてどっかの店舗にあるのかもしんないけど、当時は。ゲイシャハウスっつって、クラブですね。ナイトクラブ。クラブとレストランが合体した、
ゲイシャハウスっつって、週末800人から1000人ぐらいの人が入ってたよ。すごかったな、あそこは。あそこで味噌スープに天かす入れたんですね。味噌スープに天かす入れるっていう発想が俺にはなかったです、全く。天かすといえば、うどんってしか出てこないもん、全くね。焼きそばとか、お好み焼きとかね。まあでも俺は天かすといえば、天かすといえば、嘘でしょ？お願いします。嘘、ちょっと勘弁してよ。ここで焦げないこれ。いや、待て待て、まあいいや。くそ、なんか焦げ臭い。これね、なんか餃子を送ってくれたんです、ちょっと知り合い。餃子、ああ、いった まだ型が、これ餃子ね、これね、なんか肉を使ってないとか言ってたね。ほら、俺がほら、肉をなるべく食わないようにしてるからね。ちょっと待って、野菜たっぷりの餃子みたいなこと言ってない？とりあえずちょっと待って、運びましょう。焦げてないけど、島にんにく、ちゃちゃ、島唐辛子、
こうやって見ると、なんか俺、なんかもう、マルコミ君にしか見えないよね。まあ、マルコミ君でもいいか。この前の余り物ね、これ。今日も早寝るんやろうな。俺よく考えたのが畑作業も7時間ぐらいでね。なんかさ、朝の5時ぐらいに起きて、もう5時半前ぐらいからもう出るんですね、いいよね。暗い時間から。でもすぐ明るくなってくるんじゃない？大体日の出が5時50分ぐらいでしょ、今。前後でしょ？でも5時半ぐらいかもう少しずつね、来るんですよ、明るさが。運動しながら地球の掃除をして、7時ぐらいに帰ってくるね、多分。7、まあ、バラバラっすかね、7時ぐらいに帰ってきて、そっから、7時ぐらいから、畑行くっしょ。7、8、9、10、11、12、1、2、2時ぐらいまでいるからね、だいたい。でも7時間っすもんね。まあ、そう考えると長い時間畑いるね。8月はこの何かこうやって野菜作ってるとね、野菜とかまあフルーツ作ってるとなんかこう時間経つのがすげえ早く感じる。スリラッチャもいいかもしれない。餃子か、久々っすね。
なんか食い足らない。まあいいや。ね。こだわりの食材。職人の技がいい。野菜だけってちゃん、黒豚って書いてる。あいつ野菜だけっつったの。俺あのね、まあ、肉は自分では基本的には買わないんですけど、まあ、もらったらまあ、食うっては言ってる。前はよく言ってたんですよね。肉食わないから送るなっつってよく言ってたんですけどね、周りにね。いや、なんかもう、まあ言っても、送るから。いいやと思って。これハワイで食ったやつじゃないですかね、多分。ああ、思い出した。まあね、常温で長い時間置いておきますと、消費期限内であっても腐敗します。腐敗っていうのは、お刺身と同じようにお取り扱いくださいと。賞味期限内に行ってさ、このまま大量に食えるかいな、一気に。G ちっちゃ。ちょっとやってみようか。清水さん、楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生をたくさん地球のために使ってください。